日は今月からアーティストの皆さんにこだわりのドライブソングをセレクトしていただいておりますが、今週と来週はこのお二方をお迎えしてこのコーナーをお送りしていきます。ではお一人ずつ自己紹介お願いしていいですか。はい、じゃあ、僕から、はい、グレッバインです。ボーカルの田中です。よろしくお願いします。そして、トレースのトップス和田翔です。よろしくお願いします。お二人には2週にわたって、ご登場いただくということで、お世話になります。よろしくお願いします。ちょっとあのマイクチェックの時におしゃべりもしていたんですが、もうお二人の息がものすごいぴったりだなと思います。何ですか。はい、まさかね、まさかね、まさかですよ。今日のね、このお衣装がこのね、お衣装がレッド具合、スタジオの外から見ていて、どこのユニットの方がいらっしゃる、ユニット感出ちゃったんですよね今日ね。思っていたんですけれども、ね、実はこのパンツの感じもね、このなんと裾のめくり上げ加減が実はそっくりなんですよ。ほんまや、ほんとですね。足首出す感じ、くるぶし出す感じね。ほんまやな、もうちょっと今収録ですが、ね、今日この後登録もあるということで、うん、お揃いのような感じで、そうですね、期待かれるんだろうなと。これね、でも実は今日車ではね、はい、まあ、ちょっとこう仲悪いという演出でもしていこうか。なんでそんな仕掛けをしようとするんですか。いや、なんかその方がほらファンはドキドキするじゃないですか。ああ、そのヒリヒリ感にドキドキってありますから、ね、そうそう、オアシス対ブラーみたいなね、昔あったみたいな、ああいうのがやっぱいいんじゃないかと。なるほど。そうそうそう。ところがね、なんだこれ、あった瞬間にそれはダメだと、もうこれどうしようもないなと。仲良しバレバレな感じがしておりますが、もう何よりもですね、あさってからです、グレープバインとトライサラトップスが対バン形式でファーストアルバムの再現ライブツアーがあるということで、はい、大阪は9月ですので皆さん今待っているところですけれども、はい、ファーストアルバム、18年前、うん、はいはい、そうですね、ね、1998年リリースでした。当時今ほどフェスとかはないですし、そう、フェス流行りはまだでしたね、まだですよね、ちょうどね、いやでもあのフジロックとかが初回が97年とかやったんで、一応こう始まった頃ですかね。そうですね、じわじわそういうことが始まりだしたぐらいだったと思うんですけど、当時お互いの存在っていうのは、もちろんもちろんもちろん、とにかくね、ちょうどイベントライブが当時僕らのデビュー前後ぐらいから、ね、デビュー前後ぐらい、なるほど、あのね、もう他にもたくさんバンドが出るようなあのイベントで、あの東名阪と割と何回かツアーをやってたんですよ。なんか先とツアー的な、そうです、1年間くらいかけてやったでしょ、ね、3週ぐらいしてるはず、そうだからね、しょっちゅう一緒になってたんですよ本当に。だから97、8年ぐらいはもう とにかくあのよく顔合わせてて、どんな話したなとか、まあ第一印象とかよく聞かれると思いますけど、最初は話しなかったんです。特にほらもうバインはこういう人たちだから、こっちから話しかけてくるってことはまずないわけです。あ、まあ、確かに話しかけるなら翔さんから話しかけるのかなっていうのは、そうですね、なんとなく、そう、その通りです。僕から話しかけたんですよ。はいはいはい、はい、でもね、なんか、でもなんかやっぱ何回かこう一緒にやってるうちに、はい、なんかそのアートの打ち上げとかでは話すようになって、で、ある時僕らトライセラトップスがなぜか田中君の部屋に、はい、その飲み会の後にまた缶ビール持って、はい、キンコンつって、部屋飲みしたってね、もうちょっと飲もうぜみたいなことがあったりとか、なんか田中君はなんかこう、もうちょっと仲良くなって、もうちょっと話を聞くべきだなこの人は、何かなんか思ったんでしょうね。感じる匂いが、匂いがプンプンしたんですよ。したんですね。そう、そう、言葉にするのはどんな匂いだったんでしょうね。退屈の匂い。なんでそれ。下手なこと言うべきじゃん。なんだそれ。なんだそれ。退屈な鼻の匂い。匂いが、ファーストアルバムの匂いがしてたわけですね。してたわけですよ。そうです。田中さんはどうだったんですか。いやもうね、ありがたい話ですけどね。僕らはやっぱりあんまり社交性がなかったんで、あんまり他のバンドとそうワイワイキャッキャやる感じの雰囲気はなかったんですけど、はいはいはい、ただまあライブは毎度毎度見てるわけですから、 そうですね、それぞれがどんな音楽をやってるのかっていうのはなんとなく分かってきて、トライセラはすごい、もちろんアウトプットは全然違う表現の仕方なんですけど、はいはい、もっと真逆と言っていいほどもちろんこう盛り上がる音楽なんですけど、でもなんかこうやっぱりところどころにその自分たちが聴いてる音楽と共通するものを感じて、やっぱこう、あ、この人らも多分古いロックとかきっと好きで、意外と聴いてるもん似てるんじゃないかなっていう感じはしてましたね。ミュージシャンにとってのファーストアルバムってどんなものなのかなっていうのをあまり聞く機会はないこれはね、田中君がね上手に説明します、はい、はい、お願いします。ロックバンドあるあるとしてね、その例えば海外のロックバンド聞いてみよう、歴の長いロックバンド、例えばまあ何でもいいですよ、ビートルズでもストーンズでもいいんですけど、聞いてみようってなった時に
ファーストアルバムと最新アルバムを買えっていうのがこれあるあるなんですよね。ベストアルバムは選ばない。選ばない。はい。っていうもんなんですよ。っていうものとなると、そのバンドをある意味象徴する2つのアイテムのうちの超重要な1個である。うん、そうなんです。やっぱりその一番最初デビューしたファーストアルバムっていうのはその、なんて言うんでしょうね、それまで抱えてたモヤモヤを一気に吐き出しているものだと思うんですよね。そうですね。なのですごく濃厚に凝縮されてると思います。そうだね。そのバンドの人となり、うん、はい、ソングライターの人となり。そうですね。なるほど。まあ、その音楽たちが今のバンドがやった時にどうなるかっていうのがやっぱり今回の、そうですね、だから、うん、こんな機会がなければ多分僕ら再現ライブなんてしなかったと思うので、あ、それはだからね、うん、それ再現ライブしてくれへんかって言われた時はどう思われてたの？ね、このだから In Your Lifetime っていうそのイベント自体がね、こういう趣旨なの で、うん、 そ、 でね、そもそもライフタイムの15周年の時に再現ライブをセカンドをやったってことですね。そうですね。やっぱバインそうだな、バインのファーストも僕自分で買ってるんですよ当時 CD ショップで、ね、なるほど、仲間意識がすごかったんですよその時ね。嬉しいよ嬉しいよ。で、かたや自分らのファーストも、はい、なんか時を超えて今やなんかものすごく認めているというか、うんうんうん、ね、出して最初の頃ってのはまだなんかまだ若かったな、今だったらこうするなみたいなのもあったんですけど、今やなんかとっても大事な一枚となっているので、そういう意味でこうね、そういう、まあ、好きなアルバム2枚の再現ライブになるので、うん、そうですね、それでそういう意味ではすごく嬉しかったです、ね、やるのも聞くのも、うん、そうですね、うん、なるほど。いや、どんな夜になるんでしょうか、ね、その話もしていきますけれども、はいはい、今週来週はですね、お二人にこだわりのドライブソングをセレクトしていただこうと思っておりまして、はいはい、まず今週はですね、田中さんからお願いしようかなと思うんですが、はいはい、ドライブしながらクールサマーできる一曲を教えていただこうと思うんですが、ね、まあ、じゃあ曲名を言う前にこの曲どんなところがクールになれるこれ、ね、イメージですか。いや、あのね、実を言うとその来週の翔くんが選ぶ方も、の翔くんが何を選ぶかっていうのも聞いちゃったんで、あ、なるほど、それに合わせて選んだんですよ。あ、なんか先オマージュみたいな。そう、順番先オマージュ、順番間違いだなと思ったんですけど、まさか俺が最初だとはって、そうそう、俺が先やったんだ。なるほど。じゃあ今日、今からお送りするクール様の一曲を聞いといて、ええ、来週も何のオマージュだったのかっていうのも、そうね、聞くっていう、そうそうそう、2週連続の楽しみを、来週はだから元ネタみたいなところが流れるみたいな。逆に良かったかもしれないね。あ、なるほど、うん、そうね。じゃあそのクールサマーな一曲、曲紹介お願いしていいですか。はい、はい、これね、非常にアイルランドのバンドなんですけど、非常にその70年代の西海岸的な、なんですか、雰囲気を出したバンドです、うん、はい、スリルズで、それのファーストかな、これ。そうですね、確かね、うん、からサンタクルーズ聞いてください。お送りしたのはグレープバイン田中さんが選ぶクールサマーな一曲、ザ・スリルズのサンタクルーズお送りしました。はい、はい、うん、あのね、これ何年前ぐらいかな、初めて聞いた時すげえ夏っぽいなと思ったんですけど、まあ、西海岸テイストといいますか、はい、今久々に聞くと思ったほど夏っぽくなかった。いやいやいや、夏っぽいですよ。そうっすか、うん、本当にあの、うん、コーラスワークの、はいはい、まあね、あの感じとか、あの感じね、すごく出てましたよね、はい、出てます、出てます。逆オマージュの話すると、はい、あ、俺これだったら曲あっちかなってちょっとね、今若干変え、アーティスト変えます、アーティスト変えます、アーティストは変えずに、あ、なるほどなるほど、こっちかな、曲こっちかなって、なるほど、うん、ちょっと思いましたね。わかりました、なるほど、すごい本家に影響を与えるオマージュ。さあ来週の選曲もね、楽しみになる話ですけど、今でも曲の間とかも今音楽の話をねずっとしてて、まあこれからツアーも回るということで、ファーストアルバム再現ということで、なんだろう、改めて聞いて、俺こんなこと思ってたんだなみたいな発見はあったりしますか。すげえあるんじゃない。でもそうだね、ファーストはね、意外とこう楽曲のバリエーションに幅を持たせてたなって思いました。意外と、なんていうんですか、すごくもっとシンプルだと思ったんです。確かにその楽器の
なんアンサンブルはシンプルなんですけど、はい、本当にギター、はい、ベースドラムで、はい、ほとんどダビングもしてないみたいな。なるほど、はい、本当にもうライブですよね、うん、でなんですけど曲調的には意外といろんな曲調があったなって、うん、あなるほど意外とそこを意識してたんだな、まあ、飽きないようにとか、うん、ちゃんとその辺でエンターテインするようにはやっぱ考えてたんだなっていうのは思いました。田中さんはどうですか、自分のファーストアルバムで、ね、自分に対する発見っていうか自分に、いやいずれにせよでも今はこうはやらないだろう、こうは書かないだろうみたいなことばっかりですよ、うん、今。あとね、異常に歌詞が多い。あ、はい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 。なるほど。あ、なるほどね。歌詞が多い。そう、もう書きたいことが山ほどあったんでしょうね、きっとね。ファーストらしい。なるほど、ね。全然字見えへんもん、もう。黒今ね、黒今ブックレット今ね、俺が持ってるんですけど、これ歌詞カードね。確かに小さいな、これ、ね。確かに小さいな。全然見えへんもん。あ、うん、俺、ギリだな。でも遠くの君へとかのあれはラブソングに聞いてたんですけど、はいはいはい、もう音楽への気持ちでもあんのかなって思ったり します今思えば。なるほどなるほど。でもね当時からやっぱりその、うん、なんて言うんでしょうね、一つのテーマというよりは割と、うん、なんて言うんでしょう、いろんな解釈してもらえるように書きたいなとは思ってましたね。そう、そこのこうきらめきのなんていうんですか、もうなんかプリズムの光り方がどこが、うん、をみんな受け止めたかっていうので、うん、そうですね、うん、みんなそれぞれの記憶に残ってる、うん、ファーストアルバムなんだろうなっていうことは思いますね、はい、いや本当に再現ツアー楽しみですが、うん、イヤーライフタイム2016プレゼンツグレープバイントラセラトプス9月10日土曜日オリックス劇場です、はい、一応言っておくとチケットはまだ間に合いますので、はい、皆さんぜひぜひ。じゃあ来週はですね、まだまだご登場いただきます、和田さんにドライブソングをさっきの1曲のね、はいはい、あの、はい、オマージュは何だったのかっていうのをね、はい、選んでいただきますけども、今日最後はですねグレープバインのファーストアルバム退屈の花から、はいはい、和田さんが好きな1曲で締めていただこうかなと思うんですが、はい、何にしましょうか。ね、はい、これさっきちょろっと聞いて、うん、あーこれこれこれって、まあ、昔から好きだったんですけど、はい、改めて聞くと、うん、なんかこれファーストでよくこうやったねって、これ渋いしかっこいいよねってさっきも話してて、これなかなか今これをファーストアルバムでできるバンドはいないんじゃないかなと思うんですよね、うん、なるほど、ありがたい。いやいや、そうだから当時のね自分の耳も、あ、間違ってなかったな。そうですよね、うん、気になって買ってたわけですからね。そう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 、なんでじゃあ今日は久々にこの曲を、はい、じゃあお願いします。はい、グレープバインのファーストアルバム退屈の花から永遠の隙間。では来週もよろしくお願いします。お願いします。